はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、タクです。ゲストにどうもアキさん来てくれました。アキです、お願いします。この動画はですね、まあちょっと主にパワプロの雑談をねしていこうかなと思っていて、はい、まああんまりね雑談っていう大きな括りはあるものの、まあ、何を話すかってそんなに決めてないんですけど、アキさんいつからパワプロやってるんですか？僕は確か、うん、インストールしたのがリリースされて、うん、クリスマスの後だったと思うんで、まあ何日か後かぐらい。おで、まあちょくちょくやってて、ただその、なんていうんですか、うん、連続ログインとかっていう感じではまだなく、うん、まあ、サクセス一回やってみようかなみたいな。うん、で、1月になってから、うん、がっつりやり始めたみたいな。え、それで言うとさ、この、称号じゃなくて、どれだっけ、チャレンジ？はい。ここはどのぐらいなの？あ、でもそれ結構、うん、連続でだからログインできてないとかがあって、それは結構あんま言ってないんですよ。うん、あ、もう消えてる。消えてるということは、もう826回収したらこれ消えんの？この1000まであるんじゃないですか？1000はあった気がします。もうあと僕サクセスで選手を2000人育成しか残ってないです。俺ちなみに、はい、見て2001人なの。おお、ちょうど2000人達成した。めっちゃサクセスやってますね。これやってる方約800日で2000人ってことは、え、そんなやってる？1日 2. いくつですね。なるほど。僕、まあ、1日2平均でやりたいなっていう人なんですよ、大体。俺1日1でいいかなって思ってるよ。でも実際は多分1日5いかないぐらいで最近今はね、千丸厳選もしてるし、はい、え、それで言うと徳はどのぐらいやってんの、サバーカ含めで言ったら。結構多分1日5は多分やってます、ね、やば、確実にやってますね。5はめっちゃテイクトロフィーです僕、うん、めっちゃ失敗する日、うん、逆に。でしかもそれこそ僕の場合動画です、うん、やらないんで、うん、動画の時はやっぱり基本的にカズさんのずーっとやってたんで、はい、出勤の電車、はい、帰宅の電車、うん、夜中っていう感じです、ね、で5人ぐらい多分1日作ってます。すげえな、うん、パプロ大好きっす。いや、まあ、え、それで特はいつから始めてるの？僕が今600ちょいっすね。でそれはもう一回始めて600でしょ。はい、うん、だそれこそ多分一番最初はもうアプリが配信された日から、うん、3ヶ月ぐらい多分ずっとやってて、半年ぐらいやってたかな、うん、って感じでしたね。なるほど。え、ちなみに特はその時とかはあんまり YouTube 見てなかったんだっけ？いやいや見てましたよ。だからその時じゃあもう知ってたの？その時から、その時、そんな時から。それこそアキさんぐらいしか俺の中であの時記憶にないですもん。他に結構いたんですか、動画配信多分。まあ若干いらっしゃった方もいるんですけど、うん、まあでも毎日のように上げてたのは多分僕だけだったのかな。ですよね。へえ、いや、あの時やっぱりアキさんでしたね。へえ。でしかもあの時のアキさんって全然、まあまあみんなそうだったと思うんですけど、全然指キャラも揃ってないし、はい、なんかガチャをなんか毎回100連やりますとか、もう全然そんな感じじゃなかったんですよね、うん、僕あの普通の何にもないガチャを3連やる動画とか、そう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 、そういう感じだったんですよ。3連、でもその3連がそのすごい大切な3連で、もうなんか PR のなんだろうな、チャライが出た、よっしゃとか言ってたんですよ。チャラバズやみたいな。よっしゃ、チビの PR 来たみたいな。うん。もうでも、あれはあれで面白かったですよ。そう。自分の中で。今100連やるのももちろん面白いんですけど。うん。それ無課金時代？そうですね。だブレインマッスルぐらいで僕がまた始めたじゃないですか、うん、カズさんと。一緒にね。動画やれよって言ってやらせたんだもん。ブレインマッスルの時じゃないですか。うん。その時にまた改めてアキさんをそれでちょっと見た時に、イベキャラすげえ揃ってるし、100連とか言ってサムネ書いてあると、えってなりましたもん。うん、いや、そりゃさ、だって無課金とかさ、ほとんどの人が100連なんてできないよ。そうですね。うん。でもなんか僕は両方やってたからこそわかるんですけど、うんうん、本当に無課金の時には無課金の時の楽しみがありました、うん、このゲームには。そうなんだよね。うん。本当に。ちなみに、一番最初に入手したキャラとかって誰か覚えてる？ SR。覚えてますね。俺ね、大金持ち太郎なんだよ。でももう大金持ち太郎はもう、俺は、君はどこに行った？一番最初の SR は、グッサンっす。おぉ。グッサン。俺見て、今ですらもうアルビンだ。残ってるのは。で、その次が見て、一条だもん。なんかもう時代を感じるよね。全然、はい。僕、うん、最初に手に入れたのは、イベントのアバターなんですよ。ああ、そうですね。イベントのアバター。アバターだったの？アバター、アバター、はい。で、確か、初めて SR ガチャ券かなんかを使って、小田切か、誰かが出たみたいな、次。まあ、なんで、まあ、小田切。最初の頃やっぱりあのアバターでオリジナル変化球名前つけるのすげえ楽しかったですよね。流行ったの？
いや、すっげえ楽しかった。その時からもうさ、ストレートとかにしちゃう人いたの？いや、さすがにいない。スプリットとか、うん、には しないですね。あそこストレートにした、スプリットがストレートみたいなのじゃなかったですね。うん、今思い出した。俺、それで一番最初につけた名前は、ラッスンゴレライにしました。いや、その時、アプリのリリース日と、あのラッスンゴレライの流行ったタイミング、絶対全く一緒っす。そうなんだ。覚えてます、俺。ラッスンゴレライ。そうそうそう。その時代か。僕はもうクソしょうもない名前の付け方しましたね。高速シュートをエッチなシュート、うん、考え方が多分これ初めて付けた俺の名前かなエッチなね、エッチなシュート、ちょっとエッチなシュート、早い、俺でもそこでちょっととかつけたいなちょっとちょっぴりエッチな、高速スライダーとか H スライダーとかあるじゃないですか。だからあのエッチなシュート、いいねそっか、俺でもやっぱり初めてのじゃあ PSR は、俺ちなみにここあの彼になってますけど、はい、金原になってますけど、実は、はい、ね俺発射、そう発射なの。ちょ待って、やばい、うん、思い出せない、よくないな、こういうの覚えとかないと、ちゃんとちょっと見ていいですか、入手順で、うん、しかも俺ら最初発射とか読めなかったんだよね、なんて読んだっけ、普通に発射は発射って言ったんだけど、はい、ここから見ていくと、うん、読めなかったのは名前のミスは誰。いや僕もめっちゃ名前のミスあります。 よく言われない、そういうのって。ご指摘いただきます、うん、最初カラスマのこと多分カラスマルって言ってたよ。俺もそれ俺カラスマルの話でしたらすげえ俺なんだっけ、もういくつかあるよね、トリマルだっけ、カラスマルって言ってて、ああ違います、でコメントで違いますよっていうのが来てたんで、でこっちで2人で、あ違うんだ、違うんだ、ちょっとってなってて、でも結局調べずに次の動画とかでまたその話をしたときに自然と次はトリマルって言ってトリマルいやでまた違いますよって来てちゃんと調べてカラスマだっていやでもあれをカラスマって読める方が僕は結構すごいなと、うん、もうそこら辺でもうねコナミに対しての敵対心なんだよみたいなね僕森川っすかね、やっぱり記憶が正しければ森川 PSR、 森川のイメージあるよね、あります、なんか多分森川な気がします、初 PSR。僕は最初そのプレイしていた半年では PSR 手に入れられなかったっす、うん、僕も最初1年ぐらい PSR 手に入ってないんですよ、実は。きつかったですよね。きつかったです。やっぱそうなんだ、はい、存在自体はあったんだよね、ちゃんと。ありました途中から PSR 作ったとかじゃないんだよね、はい、あったけど、うん、なんか国立本当に変わってないのかな。絶対変わってる、変わってますよね、絶対変わってます。最近異常に PSR 出るなと思って、はい、俺はね、そういう意味で言うと初めて課金をしたタイミングでその八尺と金原同時に出たの、はい、うん、っていうのはすごい記憶にあるな、うん、あとなんかなんていうのかな、思い入れのあるキャラとかいる？いいですね、思い入れのあるキャラ、まあ本当にたくさんいますけど、うん、そうだな、あえてあげるとするならばっていうところですよね、うん、俺ね2体いて、この神楽坂とかはね割と思い入れがあるな。 あとはルシファーね、ルシファー、うん、でもやっぱりちょっと古いキャラ選びたいっていうので言うと、そうですね、そこ聞きたいですね。やっぱ新島、サンバ新島っていうところ、初の選手兼彼女で、まあやっぱ脳筋下手なりにすごい頑張ってて当時、うんうん、頑張ったなっていう思い出がすごい今あるなっていう。ブレインマッスルとか楽しかったよね。楽しかったですね。俺もだってすんげえやったもん、すんげえやった。でシラス並みにコツ潰しのタイミングってあるじゃないですか、それとか本当アキさんとかですごく参考にさせてもらってましたよね。もうでもあれは本当に分からなくて、もう結構パワープロやってる友達とかにも俺の動画を見てくれっつって、うん、このタイミングでいいのかって動画配信してるのに俺はこのタイミングで合ってるのかっつってちなみにブレインで俺何人ぐらい作ってんだろう。俺ねパワフル高校もすげえ作ってんだよ。パワフル高校ですか。そうそうそう、じゃあまずパワフル高校の見ていく、はい、見てほらやばっ、投手149人、ちょっと待ってください、野手165人作ってんの。え絶対僕より多いっす。まあ300は作ってる。待ってくださいね、それ見で最初は始めた頃はいろんな高校あったけど、全然アキさんの方が多い全然アキさんの方が多い。投手116人、うん、野手418人すげえやってんじゃん。これが、初期からやってた人の特徴だと思います、うん、パワーコーの人数がエグいっていう、うん、すごっ。リリース初期からやってる人の。じゃあ次ブレイン行こうよ。ブレイン、ブレイン、ブレインも結構やりましたけどね僕実際。俺もブレイン結構やった。でさあおお
投手が245人で、野手が337人。これはない。これバグってる。投手がなんと66人、野手が98人。でもこれ、バグってるっていうのは分かりました。僕、完走させないんですよ、もう。あ、ダメだと思ったらやめる。ダメだと思ったらその場で全部、どの高校もそうなんですけど。それ結構、パー校時代は要はそこまでの人じゃなかったんで、とにかく、サクセスをやるのが楽しかった。だからパー校は最後までやってたんですよ、多分。っていうところだと思います。もう途中で辞める派の人なんですよ、ね。ブレインで言うと500ちょっと作ってるね。もう600近いぐらい作ってる。多分僕も会社でそんなもんかな。シラスは。シラスで、あ、意外と少ないね。やっぱ辞めてるんじゃないですか、この辺。シラスと風野さんも。投手77で225。やっぱ強い高校って分かっちゃったから、セクワンセクにはまらないと辞めるのが。やっぱだ、投手49、野手102なんてことは絶対ない。もう鬼のようにやってるはずなのに、やめるんすか。円卓は、円卓はもうそろそろ100人だね。これも途中でやめてるけど。これも多分10。このペース早くない？早いと思います。早いよね。僕もう、完走したサクセスはもうほんと少ないですね。最近は特に。まあもう最近はもう、この2つもやってないしね。もうメカニクスすらあんまりやってない。メカニクス、なんか僕中途半端に終わっちゃったんですよね。メカニクスどうだろう？意外と少ない。でもやっぱ投手ですよね。メカニクスちょっとまたやりたいな。まあまあ。まあまあやっぱ投手。なるほどね。でもなんか、ここ最近のパワープロは、新高校が素晴らしい。もう本当に、パワー校。強化？まあ、強化とかももちろんそうだったんですけど、なんだろうな、正直、脳筋でガッてきて。言いましたね。そっから脳筋に勝つ高校がなかなか出てこなかったっていうのが正直な印象で、で、シラスが出てからの高校のバランスっていうのは最近すごいいいのかなっていう。そうだね。シラスは野手で、その次のメカニクス、そして、名教は投手。そうだよね。そういう風に分かれてきたよね。特にいろんなデッキ使えますし、円卓とかも今までの高校のデッキとは違うじゃないですか、全然。なんか最近はバランスの取り方が非常に楽しいゲームになってるなって。ブレインの時ってさ、投手もブレインで作ってたっけ？そうですね、はい、どうだったっけ？もちろん投手は僕は得意練習率アップを働かせるっていうやり方でやってたんですけど、もうひたすらだから球速と変化に固めて、もうあとはかっこいい、待つんだよね。待つ、そうですね。まあ確かに俺らもブレインやってる時、ブレイン超える高校出ないよって言ってたよね。ずっと言ってましたね。ずっと言ってたよね。その手前の8高校ぐらいがもう、そうなんですよ、ね。バーンともう皆無になったね。皆無、はい、本当に、動画撮る意味がなくなったレベルに、SG までが。そうそうそう。あ、そうだ。その前に一応あれがメジャーコラボで海道学園高校が来てて、はいはいはい、あれも結構良かったんですよ。へえ。あ、1個レベルアップした中からの1個どころじゃない高校が来て、納期で。ああ、はい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 。しかもこの間ってすごい短かったんですよ。2月か1月に海道からの、3月には納期みたいな。結構今の新高校のスパン長いじゃないですか。はいはいはい。で、うおーみたいになったの覚えてますね。はいはいはい。なるほどね。まあでも、毎回思うけど、面白いのを考えてくるよね。いや、すごいっす。これどうやって考えてるんですかね。いや、多分相当お金使ってると思うよ。考えるのに。考えるというか、まあ、こういうシステムでこういう風にやろうみたいな。イベキャラも相当お金かけてると思うけど、相当考えてると思う。天才ですよね。天才って言葉じゃ片付けられないけど、すごい、本当に。なんか、アキさんは、ウームに所属していてね、なんかいろんな他のゲームとかもやったりするけど、なんか自分が、キャラクターになったりとかってゲームであったりするの？俺はアップバンク時代にいくつかゲームのキャラクターになってるのよ。ああ、そういうことですか。そうそうそう。ああ、それこそちょっとゲーム名出していいのか分かんないですけど、サッカーゲームでカズエンさんがキャラクターとして登場してるのを見たことがあります。うん、それは僕まだないですね。なんかね、まあ、そういうのやりたいよね。いやー、それは僕はちょっとおこがましくてとても言えないっす。なんでなんで。いや、そりゃだって言ったら多分、いや、言ってかなきゃダメだよ。いや夢なんてね、口に出して叶えるものですよ。まあ、じゃあ YouTuber としてとかじゃなくて、もう一気にパワープロを楽しんでる人間として、それはもう自分がもしイベキャラとかになったらめっちゃ嬉しいですよね。いや、モブキャラでもいいよ。モブキャラでも、モブキャラで全然嬉しいです。だからこういうのでさ、いつかさ、YouTube 高校みたいなのがポンって出してもらってさ、そうだよ。まあちょっとコナミさん、いいよ、もうラスボスで。ラスボスでいいよ。俺モブキャラで、俺らなんか
運んでくる人みたいな、そんなんでいいよ。でも全然ラスボスが弱すぎてそれあれになっちゃう。でもそうっすね、うん、確かにそれはもうみんなの夢でしょうね。そうだよ、だって、うん、やってるね、マックス村井だって、うん、ヒカキンだってね、まあ、でやってるんでしょ、はい、でしょ。なんかやっぱそういうのは今すぐとは言わないっす、はい、やっぱりね、パープルアプリいろんな人に我々は広めてって後に、うん、なんかじゃあそろそろあいつらに還元してやるかみたいなことを考えてくれたらな。いやもう僕 NPN 限定キャラでいいっす、うん、俺嫌だ。え、嫌なんですか、うん、俺 SRPSR になってほしい。そこはだってそこはだって NPN でだって使ってもらえないじゃん。でもなんかみんながボックスの片隅に置いといてくれるみたいな、うん、で限定で出して、分かった、みんな捨てずに。じゃあそういう意味で言ったら、今ねこうやって、まあ、そこそこレビキャラいるけど、はい、どんなキャラクターみたいな人にしてほしい？見た目ですか、性能ですか？性能、見た目、全部で。おー、うん、なるほど。僕やっぱそこそこ使えるキャラがいいでしょ。はい、うん、見た目はやっぱ友沢みたいなのが好きなんですよね。かっこいいっすね。かっこいい。でピッチャーもできる、うん、右でも左でも打てるみたいな、うん、もうかっこいい。俺は何かなー、特あれだろ、彼女キャラだろ。で、男だけど、あの、ゲイ枠で出るんだな。ゲイ枠で出るんだ。なんかの時にもうみんなに言われたんだけど、ゲイ枠で解く。なんすか、井戸端会議が起こった瞬間、サクセス終了みたいな。で、で告白イベントボーンって来たら、断れないの。もう絶対付き合う。絶対付き合う。イエスの方がもうない。連絡すらない。誰かな。でも俺はね、あの強くても、まあ、弱かったら嫌だけど、なんか唯一無二的な存在になりたい。あ、パレンちゃんとかみたいな感じですか、なんか。ああそう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 、レンちゃんとか、あとは誰かなんか威圧感くれるキャラとかね、なんか唯一無二。小月とか。小月威圧感くれるの？くれない、持ってるだ けなんかそういうキャラがいいな。うん、あとやっぱ35でも使えるキャラがいい。ああ、ガキにも優しいみたいな。そう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 。いやでもイベキャラ多すぎてわかんねえな。そうなんですよ、最近もうちょっと昔の限定キャラとか持ってるかどうかも把握できないぐらいになってきてて、うん、結構大変っすね、うん、そうっすね、その辺の管理も含め解放の仕方も。ちなみにガチャとかは、はい、なんか気にしてることとか、なんかこうやってガチャは回すみたいな決めてることとかってあるの？まあ本当に欲しいキャラの時だけ大型回しはするっていうのは絶対、うん、まあ、僕 PSR50 を作ろうみたいなのはあんまやらなくて、言ってたよね、 SR45 で全部揃えたみたいなね。 PSR のは本当にもうここだっていう時だけ、もう最近はさすがにそうだったじゃないですか。と、まあ去年は1回3番新島でもやったんですけど、うん、まああれはちょっと初めて PSR 作ろうっていうのもあったりで、まあガチャもすごい美味しかったんで、神楽坂とかも同時にできたりで、うん、まあ本当に年2回とかぐらい大型回しはやっぱりある程度 SR っていうの中で戦っていきたい。大型回しってどのぐらい大型回しっていうの？それは俺も気になりました、うん、これ人によって全然違うからね、はい、100連はそれには含まれませんよね、うん、あでもまあ無課金の特産だったら大型になると思うんですけど、うん、まあ、ある程度課金してると100で大型っていう認識はなくて、やっぱ500ぐらいかな。おお、大型っていうと確かに500は大型っすね、はい、500超えるとさすがに大型って言いたいですね。それが年に2回ぐらい。なるほどね。でも最近は500かかんなかったのかな、結局運良くて、うん、人によっては700とか聞きますもんね、最近の時は。俺がルシファーの時で700ぐらい、あれ僕見てて、うん、吐きそうになりました。僕は PSR 持ってたんですよ、うん、ルシファー、で間違いなくこのキャラクターはもう今後結構長い間第一戦で活躍してくれるなっていうのも分かったし、うん、でカゼンドさん見てて、うん、やってんじゃん、やりすぎじゃねえのかみたいな、終わんないんじゃないかしかもあれ途中で食わせんの間違えちゃったりしてるからね。いやでもね、まあ、ちょっと余談を挟むと、あの動画をきっかけで見てくれるようになった人とか、そのやっぱり俺らさ、そのパワーチャンで全国回ったでしょ、うん、でその時に出会う人たちみんなルシファーの動画のこと言ってくれるんだよ。っていうことを考えると、いや、 やってよかったなってすごい今思うと思うかな、うんうん、よく聞くよね、特もね。いやもう本当に本当に もうそこからじゃないですか、今の視聴者さんの半分、うん、もっとですね、多分3分の2、4分の3とかで、うん、あのタイミングから見てくださった人が多いんで、うん、そういう意味では
グッドです。グッドです。なんかそういう意味で言うと、なんかアキさん的にこの動画がなんかターニングポイントになったとか、まあ、この動画はやっててよかった、上げてよかったとか、なんかそういう風に感じるものってなんかあったりするの？僕、うん、それが一切ないんですよ。うん、ないの？アプリに関しては。これ多分僕ゆえのことだと思うんですよ。だから、うん、昔からやってる。唯一やってて、うん、もうそういう動画もなく、今まで、トゥーで坂道を歩いてきましたみたいな。そうなんだ。そうなんですよ。駆け足もせず、うん、でも大体 YouTuber の方に聞くとこの動画があって今があるみたいな。僕本当にないんですよそれ。そうなんだ。あでもなんかそういう意味で言うと一番最初にパワプロアプリ上げたタイミングも結構キーになったのかなこれって。いやなってますね、うん、俺最初ね、さっきのアキさんの方で上がってるキャッチボール動画でも言ったけど、はい、一番最初はパワプロなんか上げてなかったから、うん、なんかって言い方失礼だな、うん、パワプロ上げてなくて、で、まあ、日々の毎日の日常みたいなことを上げていて、俺まだ覚えてるんだけど、あの日東京ドームで、ジャイアンツ対ベイスターズの試合に誘われたのね、うん、あの上のさ、はい、なんていうのガラス張りのところで食事しながら見れる席を招待受けて、いいでそこで見に行ったの、うん、特迎えに来てもらったんだよね、あの時ね。そうっすね。ね、東京ドームまで迎えに来てもらったんだけど特にでその時にそういうなんだろう招待受けて野球見に行ってきますで野球とつなげてパワプロのその一つの動画の中でパワプロも出してんの。へー、それが一番最初。へー、うん、それ見たことなかったんですか。多分、はい、パワプロって書いてないで上げてるから。へー、うん、それが一番最初で、でなんかねそこまで見てくれて反応してくれてる人たちがいたのよ。でそれがきっかけで、あじゃあちょっとパワプロを少しずつやってみるかみたいな感じになった。へえ、うん、そうだからな結構そう考えると、あちょっと今急に思ったこと言っていいですか。言って言って、い、はい、うん、一番最初からコメントくださってる人とかって覚えてたりするんですか。もうそのアプリリリース当初のアキさんのチャンネル登録者もこんなしかいないみたいな時からコメントくれて今もそれから今までずっとくれてる人はいないです正直。やっぱり入れ替わりとか入れ替わりはありましたね。その時からもうずっとっていうのはさすがに。なるほど。そうですね。でも結構覚えてます。やっぱりその当時コメントくれてた人とかがたまに今でも、うん、もうパワプロやめちゃったけどたまにアキさんの動画見に来てるとかってコメントくれると、嬉しいね。それ嬉しいです。もうあの時のいいね、この子そういえば見てくれてたなみたいな、うん、あいいっすねいいっすね。僕結構コメントをよくくれる人とか覚えられる方なんで、特も結構覚えるタイプで、うん、すんごいのよ。だそれこそだからその多分今アキ、うん、さんで知らなかったそれを、うん、その時からコメントくれてる人とかでまだコメントくれてる人いるじゃないですか、ね、それとかにはなんかグッときますよね。グッとくるよ。でもって言ったら俺そのやっぱりアップバンクの時からの俺を知ってる人たちね、うん、アキさんみたいにいるわけじゃん。そういう人たちも来てくれたりすんの、うん、でそういう人たちがパワープロ始めたりすんのよ。へそれはなんか嬉しいよ。へうん、そうかそう昔の話するとなんか懐かしいね。懐かしいね。まだ1年2年とかだけど結構前な感じがするよ、うん、怒涛のようにパワープロやってるからね。なあ、あと個人的にお願いじゃないですけど、うん、今年はなんかいろいろそのパーちゃんとか、はい、オフ会でまたアキさんと一緒になんか盛り上げていければ、ねはい、だからもう強制送還しましょう。我らがもう迎えに行って行きますよって言ってちょっと逮捕されて、うん、そうそうそう。でもなんかねやっぱりそういう場で出会うっていうのは、はい、俺はすごいなんか俺の中ではすごい大切なことだと思ってて、はい、多分いろいろ変わると思う。うん、なんか全然ねチャンネル登録で言ったらもうこんなんだけど、でもね本当にそれはね俺はすごい大切なことだなって感じるかな、うん、ぜひ。そうだから計画するから俺、うん、うん、でもいくつか聞いて面白そうだなっていうのが、うん、そうまだねいっぱいやりたいこと本当にたくさんあって、順番を決めてまずはここだなここだなみたいな段階踏んでる状態だから、俺でもそういう話で言うと別のアプリもやられてるじゃん、はい、プロスピとあと栄冠9とかもやってるじゃん、はい、俺そういうの教わりたい。おマジで。そうなんですよね。結構パワープロの方からすると僕ってパワープロやってる人だと思うんですけど、うん、結構プロスピエースの方もがっつりやってて、うんうん、ださっき話聞いたら面白そうだもん。そうですね。もう単純に面白くなってきたんですよ最近、うん、でなんかハマって全国ランキングとかにも上位入りたいみたいなんで
最近はがっつりやってて、うん、まあでも両方とも野球が好きでやってるゲームなんで、うん、こう本当に飽きることなくずっとできてるんで、まあマイペースに今後も楽しく配信して楽しく見ていただけるようには心がけていきたいなっていう、うん、いやーやってみたいけどね、何故ね難しいんだ、難しい難しい、栄冠9もね実はちょっとだけやったんだけど、はい、どれぐらいやったかな、3日ぐらいやったけど難しくてどう何をどうやっていいのか分かんないのと、栄冠9はマジで面白いですよ、面白いっていうね、はい、でなんだっけな、一回ツイートした時に、はい、ぜひやってくださいの声が半端なかったの、うん、でパワープロ2018っていうのが4月ぐらいに出るんでしょ、はい、ま、ただなんかそのタイミングで何か始められたらなーみたいな感じでは考えてる、うん、栄冠9は本当に自分の色が出せるんですよ、自分のしたいチームにできるし、うん、その作戦とかもスクイズでいくのか、うん、打たせるのかみたいな、うんうん、たまんないっす。もう実況してて一番楽しいのは絶対栄冠9です、僕。そうなんだ。これはずっと言ってるんですけど。いやーもう本当に名実況が、自分で言ってなんか恥ずかしいな。面白いんだ。いやでも本当に結構視聴者の方も、今までの名実況なんだったって言ったら多分栄冠9の動画を上げてくださる方多いんじゃないかなっていうぐらい、あの試合甲子園の決勝であんなゲームが起こるのかとか。それって、その栄冠9を見ていく楽しさっていうよりもそのチーム秋を見たいがためにみんな見に来る、そうですね、もう間違いなくそうです、そっちなんだ、あのパワープロアプリはみんなパワープロアプリを見たくて、そうだよね、基本サクセス覚えたりね、栄冠9は俺チーム秋今年はあの選手どうやって育てるんだみたいな、へー、だからなんか、まあ、僕が変な話みんなを代表して戦ってるわけじゃないですけど、うん、なんか秋監督頑張るよとか今年こそ行けよとか、まあ、知ってあげきれいただきます、うん、いい意味で、もう本当に負けたりしたらもうみんなショックのあまりめっちゃ低評価を押してくれて、もうコメントでもさすがにこの台が負けたのはショックですみたいな、なんか結構僕普段そのめっちゃ低評価多い動画とかだと、うん、もうちょっとメンタル的に辛くなったりもするんですけど、うん、もう栄冠はもうみんなと同じ気持ちで負けた自分の動画に低評価押すみたいな本当にぐらい、あのもうみんなで熱くなれる、いい話だなそれ、なるほどね、ごめんみんなってなりますもん負けたら、だからなんかちょっとやってみたい気持ちはねやっぱりあるんだよな、うん、まああとねそのアキさんとの話で言うといろんな人と俺コラボやってるじゃん、はいはい、コラボっていうか、まあ、出てもらう出演してもらうっていうことを結構やってて、うん、まあその理由はねいろんな理由あるんだけど、コラボをするたんびにコメント欄のどこかには必ずアキさんとコラボやってください、アキさんとコラボやってください、すげえ来んだよね、嬉しい、めちゃめちゃ来ました、だからさ、ついにですよ、まあまあ、それでついになんだけど、最初にアンケート取ったらよかったのかなってちょっと思った、誰とコラボしたの、じゃないじゃないじゃない、あのアキさんとコラボすることが決まりました、何やってほしいですかリストをみんなに聞くの、まあ、また次回も、そうそうそう、うん、次回です、それは今回さやっぱりお互いツイートとかもしなかったじゃん、はい、そうですね、こっそりそう、だからなんかいろいろみんな見たい人とかもいると思うし、なんかここだからできることもきっといっぱいあると思うのね、うん、だなんかそういうのはなんか今後やっていきたいよね、うん、あぜひぜひ、うん、まあ、ちょっとだんだん締めに入るんですけどどうでしたか今日、いや楽しかったです、うん、いかんせん普段一人でパワープロをずっとやってるんで、はいはいはい、みんなで考えながらパワープロやったりその意見出し合ったりっていうのが楽しいっす、楽しかったです今日、ちょっとまたこれに懲りず来てほしいっていうことと、あとはなんかやっぱり2018年、やっぱりパワープロをやられてる方ですから、なんかやっぱりね一つ、うん、一緒になんか企画してなんかやろうよ、うん、一緒に企画して、うん、そうで、おというのは動画でですか、動画、うん、まあ、動画も含めて何かをやろうよ、何か一緒に、うん、OK です、ぜひ、うん、なんかちょっとねやっぱり一人だとやってみたいと思うんだけど、はい、重い腰が上がらないことを俺が強引に立たせるみたいなねいやもうそれはもうカゼンドさんにお願いします、うん、僕そのタイプなんですよ、腰が重い、うん、腰がおー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 もう30型になってしまったちょっとよく分かんなかった俺は逆に腰上げた後お願いしますって言っちゃうタイプだから、そっちは一番最低だと思う、頼んまーすみたいなねただやっぱり全部まとめるのはグワーまとめて、これこれこういう風にやるぞやるぞやるぞ行くぞゴーって言って俺こうやって見てるみたいな感じだからなんかやっぱやせっかくだったらやっぱりこのパワープロアプリもっとさ今やってない人たちにも広めたいじゃん
で、なんか YouTube やりたいなっていう人たちみんなやってもらって、なんか一緒に盛り上げて、なんかやっぱり形にしていきたいものがあるから、なんかそこにちょっとずつ進んでいきたいなって思ってます。とこはどうでしたか今日。そうっすね、秋さんにだからお願いというよりは、多分僕が多分 YouTube やってて、一番楽しいっていうか、なんだろう、感動するというかグッとくるというか、やっぱり視聴者さんとつながったタイミングとかっていうのが、なんか俺の中ですげえ、あ、動画やっててよかったとか、はいはいはい、やっぱりカズエンドチャンネル、それこそ秋ゲーム TV 見てることで、まあ、パワープロやってて楽しいですっていうコメントだったり、うん、まあ、実際パワーちゃんとかでお会いすることで、なんだろう、一つちょっとこう、うーんって時もやっぱ元気になるし、うん、あ、動画やっててよかったって本当にその時思えるんで、うん、そういう機会はちょっとアキさんにもぜひ作ってもらえたら、多分アキさんのメンタルケアもそうだし絶対動画やっててよかったって思えて、うん、また一個頑張ろうみたいなとこにも迎えると思うんで、いい話じゃないですか。そこはぜひなんか今年一緒にそういう場をね、うん、作れたら嬉しいです、うん、まあきっとね、ネモさんもぜひ手伝ってくれるでしょうし、うん、あのリョウさんとかね、うん、まあ、もちろんミスト、イズミンとかシングルとかいっぱいいるよ、うん、なんかやっぱり一人でね、やっぱりやるとなかなか進まないものも、1たす1がね2じゃないから、うん、3とか4にもなる世界だから、うん、それがやっぱり10人ぐらいバンって集まってやったら、うん、もうすごい数字になるから、それで1個なんかドンっていうものをやって、その先に見えてくるものにちょっと期待しようよ、うん、そんな感じですか。はい、もうなんか喉乾いてきちゃったいっぱい喋っちゃった、はい、はい、じゃあそんな感じでですね、はい、あきさん来てくれました。まあ今後もね、あきさんもいろんなことをやられると思います。なので、まあ今後とも我々を何卒よろしくお願いいたします。そんな感じで、はい、また動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、バイバイ、アディオス、アディオス、チャオ。